奈良県立奈良養護学校です。個々の発達課題に対応する教材データベースの構築とネットワーク化についての取り組みを進めてきました。これまでの経過及び今後の計画について報告させていただきます。私、奈良養護学校の西村真美と申します。よろしくお願いいたします。奈良養護学校は奈良市の西南部にあります。近くには薬師寺や東照大寺といった古いお寺があります。奈良養護学校は肢体不自由の子どもたちが通う学校です。子どもたちは3台のスクールバスか保護者の送迎で通学しています。重心の子どもも多く、全体の4割近くは医療的ケアの必要な子どもです。特別支援学校には健康面や行動面、認知面や運動機能面、心理面といったところに様々な課題を抱える多様な実態の児童生徒がいます。そのため多様な課題、学習課題が必要であり、多様な課題に対応するために個々に合わせた指導内容を教員が設定していくことになります。そのため実際の指導にあたっては効果的な学習のための多種多様な教材、教具が必要となってきます。その蓄積がこれまで個人レベルであったものをデータベース化することにより学校レベルのものにしていくこと、さらにそれをネットワーク化することで奈良養護学校以外でも幅広く活用できるようになっていくのではというところから今回の取り組みが始まりました。障害がある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育システムで、どのような学習を行うかの情報を提供したり、地域の特別支援教育のセンター的役割を果たすために情報を提供したりすることが求められており、その情報の発信のために地域支援ネットワークの考えが生まれました。今回の研究は学校では5年間の流れの中でなされてきたものです。最初の3年間で自立活動の充実を目指し、昨年度と本年度で確かな学びを育む授業について検討を進めています。そこで得られた成果を広く役立てていただくために教材共有ネットワーク TMSN が生まれました。こちらが教材共有ネットワーク TMSN のトップページです。ここではサイトの紹介を簡単にさせていただきます。詳しい使い方はリーフレットをご活用ください。こちらは教材検索ページです。複数の検索項目やキーワード検索機能を備えることで、多様な検索方法を目指しています。こちらは会員同士による教材についての意見交換や情報交換ができるページです。これとは別に教材以外の情報や意見を交換できるページも設けています。保護者、福祉関係施設、職員、教員など、さまざまな視点でディスカッションできる場を目指しています。現在取り組んでいる主な課題は、お手元の資料にもありますが、この6点です。学校や施設を訪問して、実際にどんなことができるのかを考えたり、どんなニーズがあるのかを話し合ったりしています。新しい教材をどんどん増やしていくこと、検索方法が多様であること、誰でも投稿できることを大切に、データベースの充実に努めています。子どもたちが興味を持って学習できるように、タブレット端末などを使ったデジタル教材の開発にも取り組んでいます。TMSN よりダウンロードすることが可能です。本校の児童が実際に使用している様子をご覧ください。正解。キュウリ、キュウリ。よく聞いてね。お花、お花。正解。よく聞いてね。パトカー。正解。おしまい。すごい。このように活用しています。児童生徒の発達状況や課題を考えるためにアセスメントチェックリストを利用します。そこから左にあるような個人課題の個表を作成したり、発達の状態をレーダーチャートで確認したりすることができます。肢体不自由の養護学校という専門性を生かして、サイト内にお役立ち情報として、体への取り組みや便利グッズなどを紹介するとともに、難しい場面での対応方法や、みんなで楽しむときのゲームや活動などを情報発信していく予定です。お手元のリーフレットの配布や、書籍の中で紹介したり、学会や研究会で発表したり、
職員研修などで伝えていくための努力も必要です。多くの方が利用されるようになることで内容は充実してくると思います。失礼しました。今回の研究は学校での教育の充実を目指すものと地域支援ネットワークに関係するものがあります。今回は地域支援ネットワークを中心に報告しました。教材共有ネットワークのサイトへのアクセス数をまとめました。会員数は7月23日で160名です。これからさらに充実したものにして多くの方々に利用していただけるようになればと思っています。年が明けて2月7日土曜日には奈良養護学校で公開研究発表会があります。教材共有ネットワークのリーフレットの裏に一次案内を印刷しています。ぜひ奈良へ観光を兼ねてでも結構ですのでお越しいただければと思います。以上で奈良県立奈良養護学校の中間報告を終わります。ありがとうございました。